よし、もうちょっとだ。こっち来い、こっち来い。大丈夫、ついてきてるよね。よし、これでやっと我が家に。あれ、もう仲間入りだ。オッケー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 。もう一匹も入ってきて。肉を渡して、オッケーオッケー。ここに肉を置けば入ってきてくれるかな。オッケーオッケー、かわいい、持ってきてくれた。よし、お前も肉くわえてんのか、かわいいな。ということで、あれをね、家に連れてくることができたんですけど、あれ、豚は豚だよね。キツネはキツネ、カメはカメで、犬は犬、猫は猫なんだけど、あれって何？こいつ何が元ネタなんだろう。アマグリチャンネル、どうも、マイクラ建築ピエロアマグリです。このチャンネルはマイクラを幅広くプレイしているガチ勢の私が、とにかくいろいろなマイクラの遊び方を提案していくチャンネルです。すでにマイクラが大好きな人も、マイクラ始めてみたいけど何から始めていいかわかんないって方も、ぜひぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。ということでね、アレを友達にすることができたんですけど、何の生き物かわかんない生き物と一緒に生活するのって怖いじゃないですか。お世話もちゃんとできるのか不安だし、得体の知れないものと一緒に暮らすのは怖いんで、今回はアレが現実にいたらどんな感じの見た目なのかをね、考えてそれを建築していこうかと思います。ということで、前回はね、ウォーデンをリアルに建築するっていうのをやってみたんですけど、今回もそれと同じ流れで、まずはこんな感じなんじゃないかなっていう設計図というか、イメージ図を紙に起こして書いてから、それを元に建築して、マイクラの世界にね、リアル版アレイを召喚してみようかと思います。ということで、やっていきましょう。それじゃあ早速一回イラストにしてみましょうか。まあ一応言っとくとね、私イラスト全然上手くないんで期待しないでください。まあ絵上手かったら、そもそもマイクラで作ってみたじゃなくて、リアルに描いてみたっていう動画にしてたと思うんで、全然絵上手くないっていうことを念頭に置いてみてください。まずアレイがね、どんな生き物かっていうところから始まるんだけど、まあパッと見浮いてるっていうのと、下半身が透けてるっていうので、まあ、妖精か幽霊みたいなのをイメージすると思うんだけど、羽みたいなのが生えてるじゃん。で、羽が生えてるってことは妖精かなって思うんだよね。だから一旦ちょっと妖精とかそういう類のものとして考えていきたいと思います。これはまあ勝手なイメージっていうか、実際にね、男性の妖精とかもいると思うんだけど、私の中で妖精っていうと女性のイメージが強いんで、まあ女性、かつアレイは結構無邪気なイメージがある。なんかアイテム持ってきてくれたりとかさ、あとジュークボックスで音流したら踊ったりとか、結構なんか無邪気なイメージがあるんで、無邪気な感じの女性ってことで、なんかキャラクターで言ったら、あの花のメンマみたいな感じになるんじゃないかなっていう風に思うんで、ちょっと無邪気な女性ベースで考えていきましょう。まず頭なんだけど、多分ね、少女みたいなイメージなんで、頭は大きめかな。まあ、年齢によってやっぱ頭とさ、体のバランスって変わってくるけど、まだなんかその体が未発達っていうか、成長途中の少女とかって、まあどちらかというと頭のバランスが大きめなんで、普通の人よりもちょっと、普通の大人よりもちょっと頭が大きめのバランスで考えていきましょう。で、まあ体がそしたらこんぐらいなのかな。で、足がこうあって、手がこうあるっていう感じ、こんな感じのスタイルになると思うんだけど、下半身が透けてるんで、足はまあ途中までで、こんな感じかな、全体のスタイルとしては。で、ここに羽がついてるっていう感じなんだけど、アレイといったら物を持つみたいな特性があるんで、クッキーを持たせてみましょうか。クッキーをこう手で持ってるみたいな。服はなんか裾が揃ってるっていうか、じゃなくてギザギザしてる感じだと思うんで、こんなちょっと雑な感じで、顔があって、で、ちょっと半分透けた足みたいなのがある。結構なんか羽はなんかさ、こんな感じなんだけど、妖精だと仮定すると、まあ妖精のベースとかってなんか、蛾とか蝶々とかそういう感じのニュアンスもあるんじゃないかなって。こんな感じでまず普通に生えてますよと。で、ここまでは、まあマイクラのイラストから起こした部分なんだけど、ここにどういう感じの羽が生えてるかに関しては、なんかこういう感じで、なんか繊維って、繊維なんかこのなんか脈みたいな、葉っぱの脈みたいなのがこう生えてて、蝶とか、蛾とか虫の羽みたいな、トンボの羽とか、なんかそういう虫の羽みたいな感じになってんじゃないかな、妖精ってことはっていう私のイメージで、ちょっと羽を作っていきましょう。そして頭がね、これ丸坊主みたいに見えるんだよね、本家のあれは。ショートカットっぽくしたら、これマイクラのこのイラストにも近い感じになりつつ、無邪気な女性感も出ていいんじゃないかなと思ったんで、今回ショートカットにします。そして目が白くて大きな目。 OK、 軽く色塗ったりしたんですけど、ちょっとね、本当に絵は得意じゃないんで、こんな稚拙な絵で申し訳ないんだけど、私のイメージは多分伝わると思うんだよね。こんな感じの無邪気な
少女、無邪気でいたずらっ子な少女の妖精みたいな感じだと思うんで、これベースでちょっと作っていきたいと思います。もうこうね、上手い下手関係なく、実際イメージをねアウトプットして記録しといて、それを見ながら作るみたいなことってすごい大事なんで、皆さんもね、あの造形とか作るときになかなかうまく作業が進まないなっていう人は、最初にこういう感じでね雑なイラストを作っとくといいと思います。ということで建築していきましょう。それでは体を作っていきます。いつも人の体を作る流れ的には、体を作ってから服を着せてっていう感じで作っていくんですけど、今回はね全体的に半透明なブロックで作っていきたいと思ってるので、服を着せた後も中の体のボディラインとかが見えちゃうんですよ。だからいつも以上に結構細かいところ気を使って作ってます。今はね、あの肩甲骨めちゃめちゃ凝ってます肩甲骨の形を思い出しながら、ちょうどいい肩甲骨の形になるようにラインを何回も確かめてブロックを置くっていう、もうめちゃめちゃ地道な作業です。普段だったらね、ここ服着せたら隠れちゃうから、そこまでこだわんないんですよ。お尻の割れ目とかもね、本来だったら服を着せたら分かんなくなっちゃうから、わざわざ割れ目とかって作んなかったりするんだけど、ここもちゃんと作っていかないといけないっていうことで、まあなかなかね人体を作る練習にはなると思います、今回の建築。そしてね、造形物っていうのは全体のバランス命なんで、ある程度ブロック置いたら一旦離れて、体のラインがおかしいところないかとか、まあ今回だとちょっと肩甲骨がちょっと形がやっぱり悪いんで、ここまた修正しないとなみたいな感じで、何度もね近づいては離れてって修正していきます。ある程度素体ができてきたんでね、こっから頭を作っていくんですけど、まあこういう造形どうやってやるのってね気になってる方多いと思うんですけど、一つ一つねなんか解説してたらめちゃめちゃ時間かかっちゃうんですよ。基本的にはもう造形全体を通して作り方一緒なんで、今回は頭の作り方を細かく紹介するんで、それを見て、あ、体を作る時もこれと同じ要領でやってんだなっていうのをね分かってもらえたらなってことで、頭作るところは、まあ、できる限りね説明多めでやっていこうかと思います。まずね、いきなり立体的に作ろうとしないで、横顔の平面を作ります。まあこれ横顔じゃなくて正面先に作ってもいいんだけど、とりあえずどっか一方向から見た時の平面を作ります。こんな感じ。このねシルエット作るのは慣れればもうすぐ作れるようになるんで、まず一方向から見た部分だけ作って、今度逆に正面から見た時だけの平面図を作ります。こう正面から見て、今は一本の線なんだけど、正面から見た時の線を作る。そもそも平面でそんな綺麗なライン作れないよっていう人は、あのセンスとかの問題じゃなくて、これに関しては完全にただの練習量っていうか、ひたすら建築してたら誰でも作れるようになるんで、まあ綺麗な形を平面で作れるように練習してください。正面から見た平面と側面から見た平面、どっちも作ると、上から見るとこう十字型みたいになるんですけど、今度はねその十字型みたいなやつを自然につなげて、上から見た状態の平面を作っていく。こう説明ちょっとわかるかわかんないんですけど、こう横から見た状態の平面を作って、正面から見た状態の平面を作って、上から見た状態の平面を作ってっていう感じで、いろんな角度からの平面を作ることで立体になっていくんですよ。ということで、上から見た平面ができたんで、今度これをね高さを変えてスライスしていきます。だからまた上から見た平面を作るんですけど、高さを変えた上から見た平面を作っていくっていう感じで重ねていく。そしたら立体的になっていくんで、あのこれやっていくんですけど、色変えてるのはね特に理由はありません。あの見た目見やすくするためだけです。そんな感じで、横から見た平面、正面から見た平面、上から見た平面を、まあ、3パターン作ったところで、こんな形になってます。ここまで来たら、あとはこの形ガイドに沿ってブロックを置いていくだけで立体になるんですよ。めっちゃ簡単そうじゃないですか。まあ本当にこの線に従って黄色と緑の間を埋めたり、緑と赤の間を埋めたりっていう風にするだけで立体ができます。そしてできた顔がこちら。こういう感じでね、平面と平面をどんどん組み合わせていくだけで、もうどの角度から見ても綺麗な顔の形ができるんで、皆さんねぜひぜひ立体造形をするときは参考にしてみてください。続いて翼を作っていきます。実はねこの前に髪の毛生やしたりとか服を着せたりとかしたんですけど、全部気に入らなかったんで全部ぶっ壊して、とりあえず翼先に作ろうかなって今してるところです。だから結構実はね時間経ってるんですけど、今翼とりあえずマイクラのイラストからわかる骨組み部分だけ作って、そこにねなんかこうカエルの水かきみたいな感じの要領で羽を作っていきます。そしたらそこに葉脈みたいな線を足していく。これで翼の完成です。なかなか妖精っぽい翼にできたんじゃないかなと思います。そしたら今度アレイは足がないので足を削っていきましょう。なんで
後々壊すのに足作ったんですかって思うかもしれないんですけど、まあ、それに関して単純に私の作りやすさっていうか、足最初に作った方が全体のバランスを作りやすいなって思ったんで作りました。最初から足ない状態で作っちゃって全身のバランス崩れたら嫌なんで、全身作る方が慣れてるから全身作ってから足削っちゃった方が確実にバランス良くなるよねっていう発想で、別に最初から足作んないでもバランス綺麗に作れる人はそっちの方が絶対早いんでおすすめです。私は確実性を取りました。一回作ったものを壊すのってね、ちょっともったいない気がするんですけど、ここは心を鬼にしてぶち壊していきます。今回作るのアレイだからね、足あったらおかしいんで。結構うまい足作れたんだけどな。服を作っていきます。今回ね、ちなみに一番難しかったっていうか一番何回もやり直したところがこの服ですね。なんか女性らしい服にしたいなと思ったんだけど、かといってなんかフリフリさせすぎるとそれはちょっとなんか妖精っぽくないのかなって思ったりとかして、こう服のなんか広がり方、どのくらいなんか裾が広がってるのかっていうのがすごい悩んだ。何回も作り直した。これもね、今ブロック置いてるけど後で壊します。本当に5回ぐらい脱がせては着せて脱がせては着せてしたんじゃないかな。で、最終的にはこんな感じでね、あんまりフリフリさせすぎないなんか自然の葉っぱとかを利用して作った感のある服にしてみました。まあ、ティンカーベルもこんな感じだったよね多分。そしたらアレイと言ったらクッキーを持ってるイメージがあるんで、クッキーも作っていきます。はい、かわいい。そしたら最後ね、髪型を作っていきましょう。まあ、ショートのちょっと天使みたいな、あ、天使の可能性もあんのかな。いや、妖精ってことでいきましょう。天使っていう発想なかったけど、もしかしたらあれって天使説もあるのかな。まあ、とりあえず今回妖精なんですけど、髪型はちょっと天使みたいな感じのショートカットで作っていきたいと思います。というわけで、建築だけで言うと3時間弱かけて作ったあれがこちらです。3、2、1、2、3っていうことで。これあれだって伝わるかな。ちょっと待って、今修正したいとこ見つかったわ。ここだけピヨって跳ねてんのも可愛いんだけどさ、このピヨって跳ねてんの可愛いから、せっかくだからこっちも跳ねさせてあげようよ。襟足可愛くなるはず。ということでね、こんな感じになりました。せっかくなんでちょっといろんな角度から見てみましょうか。いや、このね、半透明で人間を作るっていうのが初めての体験だったんだけど、結構ね難しかったポイントとして、もう本当に服を作るのが一番難かった。なんでかっていうとね、服越しにもこの体のラインが透けて見えるようにしたかったんですよ。だからあんまり服をタイトにしすぎてもなんかボディーラインが見えにくくなっちゃうし、かといってボディーライン見せるように広く作りすぎるとなんかちょっとなんか私のイメージしてるのと違うなっていう感じで、ある程度なんかこの体とゆとりを持たせて、でもあんまりゆとりを持たせずのバランス、服のシルエットのバランスが今回一番難しかったかな。まあ、で、後のね、なんかその人体の造形的な部分に関しては難しいんだけど、私も過去に人間の体めちゃめちゃ作ってきてるんで、言うてまあいつも通りかなっていう感じで、そこまでなんかその人体造形作る上で困ったこととかはなく、翼とかもなんか割とサクサク作れたんで、まあ、やっぱ一番難しかったの服かな。体の中が透けることも考えて服を作んなきゃいけないっていう部分がちょっと難しかった。で、まあ、でも言うて、あと特筆すべき点はないのかな。この足がちょっと若干消えかかってるような演出とかも、別にこれも今までになんかこういう建築ってしてきてるし、まあ近いところで言ったらアラジンとかね、これもうちょっと削ってもいいかな。アラジンとかってこんな感じの表現を使った建築だったり、結構もう私いろんな建築やってるから、まあ、今回の建築で特別難しかったところっていうと、体が半透明だから服の中も作り込まなきゃいけないし、服の形もかなりね考えて作んなきゃいけないよっていう部分で、そこが一番難しかったです。ただ全体的には結構なんかまあ安牌っていうか無難な感じで、もうパッと見て、あ、アレイの擬人化っていうかリアル版アレイだなって伝わるようにはできたと思うんで、なかなかいい建築になったんじゃないでしょうか。まあ、アレイってこんな顔してたんだね。なんか周りこうやって見てさ、説明してる間にもちょっとずつ直したいとこができてきちゃって、喋りながら直しちゃってんだけど、すいません。あれってこんな感じの子だったんだねっていうのがね、わかる作品になったんじゃないでしょうか。今度からね、皆さんもね、マイクラであれを見つけた時はこれに脳内変換して可愛がってあげてください。
まあ、冒頭でも軽くお話ししたんですけど、前回はねウォーデンをリアルにしたりとかもしたんで、まあ、今後もマイクラのこのモブリアルでどんな見た目なんだろうっていうのが気になった方はぜひぜひね、チャンネル登録と高評価とコメントをしてリクエストしていただければ、私も気になった場合動画にしようかと思うんで、ぜひぜひねよろしくお願いいたします。それと私のこのチャンネル、これはね私の努力不足でもあるんだけど、更新頻度が低いっていうこともあってね、 YouTube のおすすめに表示されにくくなってます。なんで皆さんね、面白いと思った方はぜひぜひ友達とかに共有していただけると、よりたくさんの方にねこの動画が見てもらいやすいんじゃないかなっていうことで、ご協力よろしくお願いいたします。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー、バイバーイ。かわいい。あ、ちょっと待って、また修正したいとこ3つあった。これクッキーさ、歯型つけたら絶対かわいくない？食べちゃいましたみたいな、本当は運んでいかなきゃいけないのに食べちゃいましたみたいな。あ、いいじゃん、かわいい。お疲れちゃん。